おはようございます。ダイヤプロスタッフの中川凱です。今回は春の御三川にやってきました。春ということで、冬じっとしていた魚が動き出して、浅いところにどんどん刺している状況です。なので今回はこういったハードプラグや縦のストラクチャーとかに浮く魚もいるので、こういうワームなども購入したり、2023年の新製品も、ダイワからいろいろ出たので、ちょっとそういうのも使いながら今回一日、攻略してみようかなと思います。よろしくお願いします。よっしゃ、でかいぞ。ムーブバイト来た。よっしゃ、でかい。やばい、もう太い。やったね。朝一、ちょっといい時間はスピーディーに巻きたいので、スティーズシャットの 60SPSR ちょっと巻いていきたいと思います。スティーズシャット60、だいたいまあ水深潜るのが1メーターぐらい、浅いエリアのハードボトムだったり木が水中に落ちてたりするんで、そういうのにちょっと当てながら今釣りしています。かわいいの釣れた。スティーズショット 60SPSR やった、1匹目。あれでは終われないな。次はこれも2023年の新製品、ラトリンチューブキックスのリーダーレスダウンショット 3.5g でいきます。チュークボディプラス、聞こえるかな、ラトルが入ってるっていうワームで、木の枝に引っ掛けてシェイクで揺すって、このラトルを生かした釣りをしようかなと思って今使用してます。いないな、これは。よし、一旦大江行きます。大江川にやってきました。状況を見るためにこういうライトリグ系をやって回っていきたいと思います。うわー、これはダメだな、クリアすぎるな。じゃあ次はムーブベイト 3.1 インチの 3.5g フリーリグ、まあ、基本はこうガビガビしたところをゆっくりズル引きして引いてくるんですけど、ボトムで岩を抜けた瞬間も横のアームがピリピリと動いてくれるので、そういうボトム系の釣りにマッチしてるワームになってます。あ、くた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 、頼むよ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 。よっしゃ、でかいぞ。よっしゃ、きた、でかい、頼む、でかいぞ。ムーブバイト、ムーブバイト来た。やばいやばい、よっしゃー、来た、でかいよ。いやー、来ましたね、ブリスポーン、ムーブバイト。 3.1 インチの 3.5g フリーリグで、やっぱ浮遊感あるリグでこういうちょっと浮いたバスを仕留める。よし、今のは本当にポールさせて
結構すぐ食ったので、ホール中のこの細かい動き反応してて、でゆっくりズルズルってそこで動いた時にバクッ食ったのかなっていうイメージです。ちょっと雨が強まってきたので、ちょっと休憩タイムにしたいと思います。お昼休憩が終わって、やってきたのは、東大江川。ちょっとさっきより、雨が強まってるんですけど、ちょっと午後も頑張りたいと思います。とりあえず今からはスティーズネコストレートグインチのジゲトッキー狙ってるのは、基本ハードボトムだったり、水中に沈んでる木だったり、コンクリートだったりで、基本はもうシェイク。食った。あ、食ってるわ。よっしゃ、でかい。よっしゃ、でかい。やばい、頼む頼む頼む。おっしゃー。いやー、この爆雨の中スティーズネコストレート5インチで来たぜ。いやー、めっちゃ引いたっすねこいつ。危なかった、ドア1で。でも太い、やったね。今このスティーズネコストレート5インチで釣れたんですけど、まあここに土があって杭があるんですけど、実はこの隙間とかにミミズが結構いて、そうで、それをそれ落ちてくるミミズを待ってるバスが結構いるので、こういったストレートワーム、これはミミパンブルーフレークっていうカラーで、すごく明滅がはっきりしてるし、こういうミミズがいる場所ではこういうもうドンピシャな色をしているので、このスティーズネコストレート、大江戸さんでもかなり釣れてるので、超おすすめなワームになってます。一緒っすねこれ。ミミズやん。もうスティーズシャットで今回使用しているロッドが、ブレイゾンの C64L の -ST ベイトフィネスソリッドモデル、ソリッドにすることによって巻いた時ですね、スラックを出しながら綺麗に釣れる巻き方ができるっていうので、ソリッドティップディールなんですけど、アルファスエア TW の 8.6 ギア、まあ、今回はシャット結構軽量級のルアーを扱いたかったので、ベイトフィネスのディール、まあワームをもしやりたいってなった時に、まあギア比が早い方がいいので、今回は 8.6 っていうのを使用しています。でラインが、フィネスブレイブ Z の10ポンド、結構ガンガン石とか木とかストラクチャーに当て込んでいく釣りなので、ちょっと強めの10ポンドを使用してます。今回ジグヘッドワッキーですねで使用しているロッドが、ブレイゾンの S63UL-ST、 こちらも、ソリッドモデルになります。ボトムをゆっくり丁寧にシェイクで誘っていきたかったので、こちらのモデルで、あとは当たりがあった時もティップが先にこう入ってくれるので、すごく当たりっていうのが分かりやすい。あとはティップが入ってくれることによって、バスが、ルアーを口に加えてる時間も長くできる、バイト時間を長くできるので、すごくバラシが少なくなるロッドになります。で、リールなんですけども、2023年の新製品
タトゥーラ FCLT2500SS のクイックドラグで、今回のタトゥーラは、全モデル、最初からクイックドラグ搭載ということで、こういった大江戸さんのようなストラクチャーが多い場所でもクイックドラグすごい活躍してくれるので、こちらのモデル今回使用しました。でラインは、フィネスブレイブ Z の4ポンド5ポンドでもいいんですけど、キャストのしやすさ優先とは、まあそこまでごちゃごちゃの場所は攻めないので、今回は4ポンドっていうのをセレクトしてます。この時期のセオリーとしては結構メスのバスは中層にサスペンドしてますよね、物に対して。なんかのなんでこういうジゲットワッキーとかフリーリグとかちょっとふわっとするものがこの時期は定番というか。うわあ、食ってるわ。あ、バレた、バレた、マジか、最悪。うわあ、もったいね。ルアーチェンジで、ムーブウェイトの 3.5g フリーリグ、うわ抜けた、もう、はあ、うそ。キルー釣れた、下流のポイントにやってきました。ラストはシーズスターリングツインのノーシンカーで、ちょっと夕方フィッシュを狙ってみたいと思います。お願いします。タイムリミットはおそらく5分ほど。ドラマが来るのか来ないのか。基本アクションは釣るべき。あかんですね。終了。お疲れ様でした。悔しい。お疲れ様でした。いやー雨の中一日頑張りました。まあ結果はね、3本シャットスティーズネコストレートのジゲットワッキー、ムーブウェイトのフリーリグと、まあいろんな釣りで釣れたし、プリスポーンのねでかい魚も釣れたんですごく良かったんですが、結構バイト数はあったんですけど、ちょっともどかしい展開だったので、またね大江戸さんに通って修行したいと思います。本日はどうもありがとうございました。お疲れ様でした。